これより第4クォーターに入ります。宝塚東、相手陣29ヤードからフォースダウン4、プレー選択です。ギャンブル、パス不成功。クォーターバック11番プレーアクションから31番へのパスでしたがカバーされており、パス不成功。4回目のプレー失敗でとなりますので攻守交代です。ターンオーバ星稜高校、自陣29ヤードからファーストアンテン。ここでホイッスル。星稜高校、ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。星稜高校、後半1回目のタイムアウトを使いました。星稜高校、自陣29ヤードからファーストアンテン。ファーストダウン。クォーターバック14番ワイドレシーバー23番にポストパターンのパスを通しファーストダウン獲得です。星稜高校、相手陣22ヤードからファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバック14番ワイドレシーバー1番へのパス、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、パスが浮いている間に相手選手に接触しました。15ヤードのバッタリ、したがってオフェンス15ヤード前進しファーストダウン。しかし残り距離が半分ありませんでしたのでハーフディスタンスとなり、相手陣11ヤードからの攻撃と変わります。星稜高校、相手陣11ヤードからファーストダウンテン。ナニワック12番スラントパターンのランプレーを展開しましたが、これはアジャストされておりました。しかしゲインはしており約4ヤードのゲイン。
星稜高校、相手陣7ヤードからセカンド6。不成功。ここでクォーターバック14番スプリントアウトからのパスでしたが、このパスはディフェンスカバーしており、パス不成功です。サードダウンに変わります。星稜高校、相手陣7ヤードからサードダウン6。不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ターゲットは1番。ディフェンスのホールディングです。パスにリリースするレシーバーを抑えていました。パスは飛んでいない状態の時でしたが、この反則も重大となります。ハーフディスタンスとなりますが、ゴール前2ヤードからの攻撃に変わります。星稜高校ファーストアンドゴール、残り2ヤード。14番自ら右オフタックルのランプレー、しかしわずかに届いておりません。セカンドに変わります。星稜高校セカンド2ゴール、残り1ヤード。東ナイスディフェンス。星稜ここでランニングワーク10番の中央突破、しかしこれを宝塚東51番がアジャストし、約2ヤードロス。サードダウンに変わります。星稜高校サードダウン2ゴール、残り3ヤード。パス不成功。クォーターバック14番、ここで1番へのフェイドパス、しかしこれはカバーされており、パス不成功です。フォースダウンに変わります。星稜高校フォースダウン2ゴール、残り3ヤード。プレー選択です。ギャンブル。タッチダウンできないと攻守交代です。オプションプレーのピッチ、ランニングバック10番、これを持って右オフタックルから中央を駆け上がろうとしましたが、宝塚東これアジャスト、タッチダウンならず。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代、ターンオーバー。
宝塚東自陣4ヤードからファーストダウンテン。ナイスラン。中央へのランプレー、キャリア8番ファーストダウン獲得です。宝塚東自陣14ヤードからファーストダウンテン。中央へのランプレー、キャリア35番、ゲインは約3ヤード。宝塚東セカンドダウン7、ボールオンは自陣17ヤード。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。先ほどのフラッグは無効です。装備の不具合による、選手の入れ替えを要求されました。したがってダウンは変わっておりません。セカンドダウン7。パス不成功。クォーターバック11番、ワイドレシーバー7番へのパスでしたがオーバースロー。サードダウンに変わります。ここでウォーターブレイクです。宝塚東チアリーダーのパフォーマンスでした。宝塚東自陣18ヤードからサードダウン7。パス不成功。クォーターバック11番、ワイドレシーバー21番へのパスでしたがこのパスはコントロールミス、フォースダウンに変わります。宝塚東フォースダウン7、パントフォーメーションを選択。このパントはハーフウェイ付近でボールデッド、攻守交代です。
星稜高校自陣39ヤードからファーストアンテン。ここでボールをファンブル。このボールを抑えたのは高塚東、従って攻守交代、ターンオーバー。高塚東、相手陣27ヤードからファーストダウンテン。ナイスラン、ファーストダウン。ランニングバック8番ハンドオフから左オープン展開、そこから中央へカットインしファーストダウン獲得です。宝塚東、相手陣13ヤードからファーストダウンテン。インターセプト、ターンオーバー。ここで宝塚東はエンド沿いのタッチアンパスを狙いました。しかしこれを取ったのは星稜高校15番。インターセプト成立で攻守交代です。ターンオーバー。星稜高校自陣3ヤードからファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバック1番へのパスでしたが、このパスはコントロールミス。セカンドダウンに変わります。ターゲットはワイドレシーバー1番でした。星稜高校自陣3ヤードからセカンドダウンテン。試合時間3分45秒。中央へのランプレー。しかしこのランによるゲインはほとんどなし。サードに変わります。キャリア10番。星稜高校自陣3ヤードからサードダウンテン。QB サーク、サーフティー。クォーターバック14番、ここでパスを投じようとしましたが、これを宝塚東が QB サーク、エンドゾーンの中で倒されたためセーフティー、自殺点となります。したがって宝塚東ディフェンスチームに2点が加点されます。宝塚東26点、星稜高校6点。先ほど宝塚東が自殺点を奪いました。
星稜高校は得点を奪われた側になりますので、星稜高校自陣5ヤードからのキックオフとなります。通常は自陣20ヤードですが、今回はフィールドが狭いためローカルルールが適用されます。星稜高校キックオフ、キッカー10番このキックはエンドゾーンに入りタッチバック。宝塚東自陣20ヤードからの攻撃となります。宝塚東自陣20ヤードからファーストダウンテン。なにわか8番ハンドオフから右オープンへのランプレー。ゲインは約6ヤード。宝塚東セカンドダウン5、 QB サーク。クォーターバック1番パスを投じようとしましたが、これを星稜高校が QB サーク、約4ヤードロス。宝塚東自陣21ヤードからサードダウン9。試合時間残り2分を切りました。キュービーサーク。クォーターバック1番ここで再びパスを投じようとしましたが、これを星稜高校19番がキュービーサーク、さらにロス。宝塚東フォースダウン15、パントフォーメーションを選択します。パンター7番、パントはキックによる攻撃放棄、陣地挽回を図るプレーです。星稜高校リターン、リターンの1番自陣30ヤード付近でボールデッド、攻守交代になります。ここで反則がありました。星稜高校にパーソナルファウルの反則です。この結果15ヤードの抜体、これはプレー開始前のポイントからの15ヤードですので、先ほどのパントプレーそのものが無効となり、宝塚東15ヤード前進、したがって攻撃権継続となり、宝塚東ファーストダウンの攻撃となります。宝塚東ファーストダウン。宝塚東自陣29ヤードからファーストダウンテン。ここでボールをジャッグル。
クォーターバック1番かろうじて抑えましたが約4ヤードロス、しかし時計は回り続けます。宝塚東自陣25ヤードからセカンダウン14、試合時間残り40秒を切っております。中央へのランプレー、キャリア35番、ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、宝塚東26点、星稜高校6点で宝塚東の勝利。宝塚東、トーナメントに残りまして来季次の節によりまして、関学との対戦となります。